日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は、原子炉よりも、はるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。
さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえば、これを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である。原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、巡送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放棄にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は
1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留・保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年内に解体を終えるとしている。